精鋭50名が名を連ねた SWBC ジャパン第1回トライアウト。この日圧巻のピッチングで特別選考員たちの視線をモノプライズした者がいた。アスレチックスクラブ角野投手。本年度高松宮支配一部全国優勝投手はこの大舞台でも針の穴に糸を通した。